中野良子は、元アナウンサー。身長166センチメートル。神奈川県出身。東院学園中学校、高等学校、学習院女子大学卒業。2007年4月、四国放送に入社し、アナウンサーとしてのキャリアをスタートしたが、2008年8月に1年、4ヶ月で退社。その後8ヶ月のブランクを経て2009年4月に、 千葉テレビ放送に入社。同期入社は、谷岡恵理子。主にニュース番組を担当していたが、2010年3月に1年で、千葉テレとの契約を終了した。その後2010年4月、北海道文化放送に移籍。同期入社は、丹野舞子。栗山レミは、大学の後輩である。部では夕方ワイド番組のスポーツコーナーや、ミンスポサタでのキャスターを務めたほか 水曜未明に放送されていたバラエティ番組、あながちにもレギュラー出演していた。2019年3月末をもって、北海道文化放送を退職。これにより、部に所属する、昭和生まれ及び1980年代生まれの女性アナウンサーは解無となった。その後、スポーツメディアの会社スポーツブルーへ転職し、スポーツ番組のディレクターになる。現在は、 富士テレビのスポーツ局にてディレクターとして務めている。2015年1月に退社。現在は TBS スパークル所属。2014年3月に退社。現在はフリーアナウンサー。中野は1984年生。ヒーローインタビューを担当することもあった。ありがとうございます。